あらめさん、こちらです。これ、それでは今回なんですけども、スマホ決済キャンペーンまとめ、LINE Pay や楽天 Pay、PayPay などということなんですけども、まあ先週1週間はですね、キャンペーンの発表がかなり続きましたよね。まあこれでも、すべて PayPay の第2弾100億円キャンペーンが終わったことがかなり影響してるのではないのかなと思います。で、今回は、いろいろと発表されたキャンペーンについてざっくりとまとめましたのでお伝えをさせていただきます。ちなみに詳細に関しては僕の動画でもまとめて他の公式のリンクと一緒に下の概要欄に貼っておきますのでそちらをご確認ください。はい、それでは今回は LINE Pay からお伝えしていこうと思うんですけども、まあ LINE Pay といえば何といってもこれですよね。祝令は全員にあげちゃう300億円債ということで、まあざっと内容の紹介なんですけども、自己負担なしで1000円が送れる。で、受け取れるのは1人1回までということで、 LINE Pay の登録と本人確認が必要ということと、あとは期限は5月の20日から5月の29日までということですね。次に楽天ペイ、この楽天ペイに設定した楽天カードの支払い分が期間中ずっと実質最大 5% 還元というキャンペーンですね。で、期間中 5% の楽天ポイントの還元で、キャンペーンページのエントリーが必ず必要となっております。で、上限は5000ポイントまでとなってまして、あとは5月の15日から7月の1日までが期限となっております。次はペイペイなんですけども、いつでも最大 3% 戻ってくるということで、ペイペイで決済した場合は、まあ、3% ペイペイのボーナスが付与されるということ。そして1ヶ月の上限というのが3万円相当。期限については5月の8日からまだ始まって、まあ現在期限は決まってないので、まだまだ続くのではないのかなと思います。ちなみに6月からに関してはワクワクペイペイというキャンペーンが始まって、まあ6月っていうのはその全国のドラッグストアで最大 20% 戻ってくるキャンペーンも始まるということもすでに発表はされています。次に折り紙ペイ。こちらは200円オフのクーポンが配布されたので、まあ、対象店舗で、まあ、200円の割引が効くということですね。まあ、簡単に言うと、吉野家だと、牛丼並みが352円が200円オフなので152円で食べれるということ。期限に関しては5月の17から5月の26日までとなってます。最後にこちらプリンですね。10万円が山分けキャンペーンということで、送金をしたユーザー全員で10万円を山分けされるということで、まあ、最低でも100円をもらえると。あとは、それをするためには必ず口座登録などの本人確認が必ず必要となっております。で、こちらの期限に関しては5月の15日から5月の28日までということですね。ということで今回の動画いかがだったでしょうか。これまで紹介したキャンペーンについては僕の動画でも以前紹介をしていますので、公式のリンクと一緒に下の概要欄に貼ってますのでぜひ見てみてください。まあ PayPay が終わったら、まあいろんな企業さんがじわじわと動いてくるので、まあかなり興味深いですよね。ということで、この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、あと Twitter もしてますので Twitter のフォローなどしていただくと嬉しいです。ということで本日はご視聴どうもありがとうございました。